どうも、速稼塾限定動画をご覧の皆様、そして FX オリガルヒの皆様、本日はね、1月3日なんですけども、今年初めての、2020年初めての相場解説をしようと思います。ただ相場解説、形だけしますけども、トレードはまだしないでください。今日と明日、ね、3日ですか、4日、5日と、今日、明日、明後日ですか、今週はトレードをする必要はありません。まだね、暴れ相場といいますかね、どんな資金が入ってくるのか全く分かんない状態っていうのと、あと本日は日本市場休場ですから、基本的には日本でのトレードはできません。まあ XM 証券をねお使いの方はトレード自体はできるんですけども、やっぱりドル円市場で日本の市場が空いてないってことは、通常のテクニカルはまあ使えないと思った方がいいですね。そういった根拠から今日からする方っていうのもいるでしょうけども、結構なねチャレンジャーだと思います。もしくは実力をすごく持ってる人、私は当然今日みたいな日はすることはないかなと思っています。それに加えてですね、先日、大きな地震が石川県を中心として、起きました。こういう時ってのもやっぱりファンダメンタルがね、日々刻々と変わって予定表にはないようなことがよく起きますんで、トレードには向かないと思います。それよりも2週間目からの体制を今のうちにしっかりと整えておくために、もう一回ですね、年末年始で、衰えてしまったというかですかね、ちょっと手を離したトレードのちょっと感覚を取り戻すために、ちょこちょこっとねマウスをいじるぐらいでいいんじゃないかなと思います。それではね、まずは今こうやって経済指標カレンダー見ていただいてるんですけども、1月3日今日ですね、日本が休場になったことを確かめてください。で、2つ目のニュースなんですけども、こちらですね、ニューヨーク外国外為市場の外況ですけども、2日ドル円4日ぶり反発と書いてます。まあこういうことがあったという事実の確認です。真ん中頃なんですけども、1日に発生した石川県能登半島地震を受けて、市場では日銀が早期にマイナス金利を解除することは困難になったとの見方が浮上ということなんで、ちょっとね見方を変えていかなくちゃいけませんね。ただどういうふうに変えていけばいいのかってことはまだ情報が集まってませんのでよくわかりません。日銀の政策修正観測が後退し、円売りドル買いを促したということですよね。まあだから自然災害が起きるとファンダメンタルの計画もこうやってね修正が施されることになります。で、そういった修正ってのは私たちが勝手に決めるわけでなくて、市場の多くの通貨を持っている人とか決定権を持っている人はどういうふうに考えていくかを後追いでいくってことになります。ですんでこの辺もねテクニカルとちょっと似たような考え方が出てくるかなと思います。まあ、いずれにしてもこの放送ではテクニカルで、勝ち越すということをね第一のテーマにしてますので、ファンダメンタルにあまりこだわらずにいった方がいいと思います。ファンダメンタルが強く発生するときは、とにかく実際のエントリーをしない。これによって無駄な損失を避けてください。ポジポジ病からの治療っていうのは、これが一番です。それではね、実際のチャートを見ていきますよ。まずは月足です。はい、本日1月3日朝8時なんですけども、大きく上がって150円を1回つけて、もう1回150円をつけたというところでダブルトップがありますよね。で、この辺りっていうのはどういうふうに見るかっていうと、他の動画でも説明しましたけども、アメリカの金利が 5% で現在 3.9% なんですよ。で、この 11% の差分がこの金額のね一部を生んでるっていう説明をさせていただきました。まあ、ですんで今後アメリカの金利が 3.9 からさらにね、3.5 とか33とかなってくるときに、だいたいどのぐらい円高の方向に振れるのかってことが計算で出る。まあ、これがファンダメンタルの基本の基本ということになります。で、こういう考え方はテクニカルではしないでしょ。で、全体像はこんなところで、整えておきましょう。で、一旦ねここで下げ止まったんですけども、今年はですね、140円を割って130円台をよく目にすることになると思います。場合によってはロシアがウクライナに侵攻した時みたいに120円台を見るかもしれないですよね。当時は122円とか124円でうろうろしてたと思います。あれから2年ほど経って、もう丸2年ぐらい経ちますけども、30円ぐらいね円安の方向に向かったってことになります。ずっと倍だけで良かったんで非常に取りやすかったと思いますけどもね。じゃあ週足ですね。週足なんですけども、強い陰線がずっと出て、今ちょっと落ち着いたところかなと思います。ただここから年始の資金がどんどん入ってきたり、それから国際情勢によってはね、予想もしなかったカレンダーにないような資金の動きがありますので、そういうことも考えていくと、やっぱり1週間目は通常の1週間のね月曜日から金曜でいう、
年初の最初の1週間というのは月曜日みたいな捉え方で、1年を通じて52週間あるんですけども、最初の1週間と最後の52週目っていうのは見ているだけがよろしいかと思います。また力がついたらね、トレードそういう日にもチャレンジすればいいと思いますけども、まあそれよりもロットを増やした方がお金を稼ぐなら早道です。はい、ちょっと一部隠れちゃったんですけどね、すいません。これ移動できるのかな？ちょっと移動しましょうか。このね、隅っこにあるやつが、あ、ちょっと移動難しいですね、すいません。これね、今日初めて使ってみたら、あ、移動できるな。まあでも、下落トレンドですね、相変わらずね。下落トレンドがそのまま継続ということです。この辺まで来ると、ちょっとね、去年トレードしたこと思い出すんじゃないかなと思います。下落トレンドのチャンネルライン引きますよ。サポート引いて、チャンネルラインにします。だいたいこの辺りから下落トレンドですよっていうふうに言ってますから、長期でセールをしてた人は全て利益になってると思います。で、短期的にロスカットを受けちゃった人っていうのは、この上昇局面でセルに入っちゃっただけなんですよ。でも全体的に下に行ってるわけでしょ。だから、もしね、これはここで言うのは適当じゃないかもしれませんけども、酔い腰のポジションを持てる方でしたら、ほっとけば、含みゾーンは全部含み益に変わったということになります。それが長期で下落が起きている、下落トレンドの乗り方になってきます。ちょっとややこしいですかね。次です。日足を見たのかな、今ね。日足を見たんで、次は4時間ですね。失礼しました。4時間は幾分動きが穏やかになってきてますね。で、どういうふうに見るかってことなんですけども、ちょっとこれがね、なんか端っこに出しておしゃれになったかなと思ったら結構邪魔ですね。高値がどんどん切り下がってるのはお分かりだと思います。こういうふうにね。だから円高方向に下落トレンドを書いてるんですけども、それに引き換えて下落トレンドの方はちょっと落ち着いた感がありますよね。ここもちょっと横ばいになってたんですけども、下値が横一線からドカーンと落ちて、ドカーンと落ちて、ちょっとまた落ち方が緩やかになってきたかなと。そうなってくると、ここと同じようにですね、また大きく下に行く流れっていうのは考えられるかなってことです。こっからね、円安の方向に行くことはあまり考えられません。もし円安の方向に行くとしたら、それは戻り売りのチャンスですから、またその時が来たら解説します。で、最後に1時間見ていきますよ。はい。で、こうやって移動しながらやるっていうことになりますね。ちょっとあまりやらない方がいいですね、これね。こんにちは。はい。横ばいから上昇に向かったところになります。おそらくこれは、今回の自然災害が影響してるんじゃないかなと思いますけども、まあ、その辺をね、あまり考えてもトレードしないわけですから、仕方がないかなというところです。ただですね、今、言えることっていうのは、日本市場が空いてないんで、どちらかというと資金の入り方っていうのが片落ちになってるわけなんですよ。片手落ちに。で、基本的には日本市場の方で取引してないですからね。で、私も進めてないでしょ、見てるだけで。だから資金の本当の動きっていうのは明日以降になってくるよってことです。それじゃあね、カレンダーの方をもう一回見てみようかと思います。こちらですね。3日が休場なんですけども、4日はどうでしょうか。4日は動き始めますけども、特に午前中のファンダメンタル要素はありません。で、深夜になってアメリカの ADP があるかなというところです。で、金曜日ですよね。金曜日は朝からマネタリーベースがありますけども、これもそんなに気にするものではありません。ここで、1週間の価格がだいぶ落ち着いてきて、で、土日でさらに冷えて月曜日なんですけども、月曜日またね、成人式かなんかでお休みですね。センター試験の方頑張ってもらいたいですね。ということなんで、やっとトレードができそうなのが9日なんですよ。9日火曜日から。ね。だから9日火曜日から実際にエントリーできるかどうかはね、まだわかりませんけども、午後からチャンスを見つけてエントリーしていきたいと思います。今回は以上のような形になります。ご覧いただきましてありがとうございました。じゃあね、ちょっとややこしいんで隅っこに私がいるずっていうのは、まあ、1月3日の今日だけにしておきましょうか。本年もよろしくお願いします。